マグちゃん、マグちゃんはじめまして。マグちゃんは繁殖引退犬で7歳。マグはじめまして。ワンちゃんいっぱいおるな。怖いよな。ちょちょちょ、フグフグフグ、ちょっと優しくしてあげ。マグ、マグはじめまして。こんにちは。はじめ家来た時もっと怖がりやったん？うん、立ったまま寝とった。立ったまま寝る？うん、立ったまま寝てバーン倒れて起きてもたんだ。ふぐしつこいやろ。あなた誰って言って。マグ嫌やな。ふぐ距離の詰め方異常やねんけど。やばいな。ちょっと慣れてきたっちゃそうなんかもしれないな。しかもフグも赤ちゃんと分かってるやろしな、子供って。分かってへんよ。絶対顔こっちの方がいってるよ。フグはな、あ、視聴者さんに阿部寛って言われてるの。阿部さん。阿部さんいるから。阿部さんやな。ちぇちゃんフグ、今からですね、京都のガレージを改造したドッグカフェで室内ドッグランもあるみたいで、みんなで行きたいと思います。おい、メニューこんな感じ。めっちゃあるよ、種類で。こちらがですね、ワンちゃんメニューで、私たち今回人数多かったんで真ん中の半個室をやらせてもらったんですけれども、こちらは600円で取れるみたいで、これ一応粒フグは今くくってるけど、この人たちフリーでできるんですよ。めちゃくちゃいい。ここにショップがあるんやな。ほら、お洋服とか売ってる。麦作も、妹のワンコ麦作も合流して合計6匹ですね。はい、トッポちゃん。マグー、マグどう？いいね、ドッグランみたいでね。チュブー、チューちゃん、チューちゃん、チューちゃんいいね、ワンちゃんいっぱいやな。マグー、マグー、ワンコいっぱい。お前麦やろ。麦？あ、違う、サク？こっちサク？あんたやん、麦。ハラペーニョと普通のチキン、めっちゃ美味しそう。つぶとフグはちょっとやんちゃすぎるから繋いでるんですけど、ゴロンゴロンしてある。いいな、こういうの。子供連れたらこういう個室最高やわ。うわ、ちゅーちゃんたちデーモン閣下みたいやん。子供乗っちゃっていいんだって。はい、乗ったぞ。チューちゃん、チューブ楽しい？なかなかね、夏やして外出れへんくて楽しい。麦も楽しいな。あんたサク？どっち？お、マグも楽しそう。サクとフグ、どっちもおもちゃ狂い。トッポもや、トッポって終わる。トッポも悪な。サク取られた。はい、フグか。はい、ドロップ。行く。はい、いい運動できるな、このサク。行く、サク行く。邪魔やな、トップ当たるかもしれん。フグ、サクかわいそうやん。はい、ドロップ。行く、サク行く、サク行く。ドロップ、ナイスドロップ。サク行くよ、サク、サク行け。あれ、なんで取れんの？取られたん、ごめんな。この人奪い取り慣れてんねん。サク奥行け、奥行け、ナイス。あんたうるさい、麦、麦うるさい。
こうブンってやると2人が動くの。かわいいなこの2人。はい、どっちだ。サクイケサクイケ、逃げろ逃げろ。ナイス、行く行く行く。一瞬やで。うん、せーので。あ、いいね、上手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 。あ、ふく怪獣になってるやん。正しい、お前が作るのが正しい。ふく本来あるべき姿やん。あ、怪獣が草食動物を襲ってる。ぜひ京都に来られた方はここめっちゃおすすめです。京都駅から車で20分ぐらい。とにかくみんなこれを見てるんですよ。やることないから、このお盆は。ちーちゃん見える？ダイ見える？見えた？フグはもうなんで来てるんやろって思ってる。なんでお散歩止まってんのっていう感じやろうけど。ちーちゃんご飯だって、行っておいで。ほら、ちーちゃんご飯行っておいでって呼んであげて。大丈夫、クレハル、その人も毒入ってない。なんでお前は起きてこうへんねんっていう顔で見られてる。ちーちゃん今日帰るで、埼玉に。キュートとお別れで。フグ、トポによう遊んでもらったらバイバイは。あばよって。トポバイバイ。フグがちょっかいかけてんねんな。じゃあトポが怒られる仕組みやねんな。静かにして。フグがちょっかいしつこいんだよな。ぐるぐるーん。フグこれにも慣れて、初めはめっちゃ吠えてたのに、もう引かれないように逃げることもできる。すごいね、フグ。バイバイって、また来るよって。また来る、バイ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 。ちーちゃんもバイバイって、また来るよって。また来るよ、バイバイって。バイバイ。よしよし、やったね。久しぶりの我が家。な、久しぶりやな、フグ。な、また京都遊びに行こうな。